ではプログラムを進めてまいりましょう。セッションワン、エンターテインメントの舞台は都市空間へ。大阪関西万博のプロデューサーが語るです。小橋さんどうぞステージへお願いします。<ー>よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。では早速一つ目。まいりましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 じゃは,はい。いよろししくお願ます。えっ、ー、と早速じゃあ,あのオープンラボ二日目の最初のセッションになります。はい。あの今回のセッションのテーマはえっ、ー、とですねすいませんちょっと。あれ、セッションタイトルが「あ、エンターテインメントの舞台は都市空間へ」ということで。 あの小橋健小橋健一さんと一緒にお話を伺っていければと思っております。はい。まずちょっと健一さんこの施設のご感想とか伺ってもいいですか。はい。あのまず僕き昨日初めてあの、はい、体験させてもらって昨日はあの、えー、ライズマとイレブンプレイさんのあのシーンを体験させてもらってで今日はあの先ほどいろいろここの施設もあの体験させてもらったんですけど。 まあいよいよあの東京に東京らしいエンタメの在り方がこうできてきたかなってすごく感じたんですよね。あ,ありがとうございます。あのーまあ、今まで、まあ、僕もそうですけどやっぱり日本ってすごくその世界に影響されてやっぱりこう世界のまあコンテンツを見て、まあ、自分たちなりに解釈してで作ってきたっていうのが多いんですけどやっぱそういうのがやっぱ今。 この都市空間の中って本当に、まあ、土地も含めて制限も含めて、まあ、日本ってあらゆる制限が結構世界に比べたらあると思うんですね。はい、それこそドバイでやれるエンタメが日本でできないシンガポールでやれるエンタメが日本でできないとか,<ー>とかあとやっぱ過去はすごかったけど今はなかなか規制があってできないとかあるんですけどそういうあ,のある意味でこの制限の中でどう物事を考えるか作るかっていう意味で言うと、うん、まあやっぱりこのクリエイティブって。 どっかしらやっぱり制限が常にある方がむしろそれをどう超えていけるかっていうところに行けると思うんですよねそういう意味で言うと昨日のあのシーンは、はい、まさにこの屋内という空間、うん、限られた空間の中でしかもこの身体性を伴ってどう表現するかっていうこの極限の中から生まれた何、はい、か新しいエンターテインメントだなそしてアートだなってすごく感じたんですよね。 なので、まあ、まだまだこう体験されてない方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、ものすごいこの可能性を、はい、あの感じたっていうのはまずあります、でなんかやっぱり、えー、エンターテインメントっていうのはこう、まあ、チームラボもねあの王さんもやられてから、はい、すごくこうアートとかエンタメが変わってきたなと思うのはただ見る、体験するっていうものから、はい、やっぱり自分たちがその世界に入る没入するっていう体験に変わってきたと思うんですよ。そうですね やっぱりこう自分ごとというか主体性を持たないと楽しめなくなってきてるむしろその先って何だろうっていう世界になってきてる中で本当に新しい世界を見させていただけたなのでここから本当に昨日のシーンに始まらず多分いろんなその没入型体験型のコンテンツって増えてくんじゃないのかなってあ,ありがとうございます。あの東京ノードを作作った時時もも、ねはい、る考えのの、まあ、既存の 絵画とか絵を借りてきて飾るような美術館ではなくてですねまあそれも加えてここから新しいその体験を生み出すようなそういう場所を目指しましたですのでまあクリエーターですとかアーティストと一緒にですねここからまさに新しい体験をどんどん生み出していきたいと思ってますのであの本当にンジさんのような方たちと一緒にこれから施設の新しいものを生み出していければと思っています。だから本当にあのあのこ 普通にこうお客さんで来るもよし。いろんな世界のクリエイター東京のクリエイター、日本のクリエイターもみんな体験した方がなんか次につながっていく気はしましたよね。<laughs> あ、ありがとうございます。はい、あの、本当、けんさん、これまで様々なイベントとかを、はい、あのいろんなロケーションに応じて作られてるじゃないですか。うんはい、で、多分表現の幅もあの大きなものからまちっなものまで。 本当に投資を使ったダイナミックなものまでありますけれども、はい、なんかそこら辺のまあこれまで健二さんがやられてきたことを少しご紹介いただいてもよろしいですか。はいわかりました。はい、じゃちょっと自己紹介がかてら。はい。あの今ヒューマンミラクルっていう会社を営んでます。はい。であのまあえっとご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕あの8歳から27歳まで昔俳優をやっていたんですけど、まあ休業してあの世界中回って。 本当に世界中の、まあ、特にイベントに出会って、まあ、イベントって本当にさまざまな境遇の人がやってくるじゃないですか。なんですけどその中で本当に自分の中での,あのまだ見ぬ自分とかあるいはこう閉ざしてた自分にあっとした感動とか驚き あるいはこうがむしゃらに楽しんだことによってこう芽生えてくる自分の内なる自分みたいなものに気付くあそういうこう交差点人間交差点だなと思ってイベントに興味持って世界中のフェスやイベントをこう回りましたで、まあ、日本に帰ってきてあの本当は最初は一回こう30前にこう病気になって一文無しになったんですけど、まあ、そこから自分を復活するために体を治し でそれをあのじゃあ体を治す時の目標として自分の誕生日を人にあのおもてなしされるんではなくておもてなしの場としてプロデュースしようと思ったのが、まあ、自分自身が初めて作ったイベントの始まりでしたでそこからまあ試行錯誤していろんなイベントを作っていくうちにだんだん小さなイベントが少しずつ大きくなっていって今に至ります。 でそんな中で、まあ、代表的なものであのいくつか挙げたいと思うんですけど、まあ、まさにこの都市空間の中で、まあ、非日常を作るっていうことであのスターアイランドっていうのをもともとこれお台場で始まったんですけども、えーまあ、日本の伝統的な花火と、まあ、こういうあの、まあ、壮大なこの舞台そして 3D サウンドっていう立体音響ですね。 時には2300台ぐらいスピーカーを配置して全部モノラルでアサインしてもうあの映画館じゃないのにドルビースタジオみたいに音がくるわって回る <laughs> そして、まあ、あのストーリーがあるんでそのストーリーの世界にいざなっていくで、まあ、シンガポールなんかはあのドローンなんかを一緒にこう活用してドローンと花火とレーザーとそして 3D サウンドでみたいなことで、まあ、スターアイランドっていう,こ,うあのこのまあ言ったら。 パラレルな子もう一つの世界に誘うっていうストーリーであのやってます。ちょっとだけ映像を見てみたらいただけると。これあの4年ぶりに復活した。あの2 0 22年から3年のやつですね。 でまあ、こういうものはなかなか日本で同じことをやろうと思うとできないんですけど、はい、まあシンガポールの国のカウントダウンということであのやってますこれは、えっと、なのでもともと2018年19年でやって2020年に向けてやってたんですけど、まあ、パンデミックであのできなくなって3年ぶりの再会でしたでもともと先ほども言いましたけど東京のお台場そして豊洲で レインボーブリッジを背景に、うんはい、やってましたそしてあのサウジアラビアのナショナルデーにもあのお呼びいただいてあの国王のあの別荘の前で <laughs> サルマン国王の別荘の前でやるっていうい、ね、サルマン国王が釣りを始めると船の台船が入れられなくて準備ができなかったという裏話があるんですけどぎりぎりでなんとかできました。 はい、でこれもあの東京モーターショーの時の2019年、ですね実はこんな景色なんですけど、これお、お台場の公園の上なんですよね、あのいや僕これ、拝見して,<通>してびっくりしました、はい、本当に東京でもこんなドローショーができるんだと思って、いやそうなんですよね、あの今まで僕もドローンをやりたい、やりたいって言ってたんですけど、はい、やっぱり東京も含め、規制がやっぱなかなか難しくて。 でできなかったんですけど、まあ、この時あの僕がこれをプレゼンテーションしたら自公会豊田明夫会長もやっぱりその、うん、ドローンというのは未来の,あのモビリティだよねっていうことであのすごく賛同していただいて、まあ、ただドローンショーをそのままやるんじゃなんかこう。 まあ世界中でやってるしなんか意味ないなと僕も思ってやっぱりこうストーリーが大事だと思ってまあ昨日のねシーンもまさにそうだと思うんですけどどういう世界に誘うかっていうでこれはあのまあこの写真だけだと分かりにくいかもしれないんですけどあの光の宇宙船に乗ってあの宇宙へ後悔意識の旅へ後悔していくとでその後悔していった先で見る奇跡の,その探求の先に見える景色 でまあ、この後にこに顔になったりするんですけど、うん、あの要はこう自分が求めていた真理の探求の末に見た先には、まあ、要は自分自身がいたっていうようなあ<ー>まあだからコンタタクトトっっていうタイトルででやったんですよね、はい、でそういうなんかストーリーを持って、まあ、ドローンをただ見せるんじゃなくてドローン自体そのものをどう見せるかっていうあの観点でやりました。うん、一応ありがたいことにあの この年の年のイベントアワードに素晴らしいそしてあの記憶に新しいところで言うと、えー、東京パラリンピックのクロージングセレモニーのショーディレクターをさせていただきました、まあ、これはあの皆さんもご存知だと思いますけどものすごいあのとんでもないあの短い時間で考えられないでもイベントっていうのはやっぱり先ほど言いましたけど制限があるからこそやっぱこう何かを超えられる。 何かにチャレンジ挑戦ができるという。なのでこうま町、あ、作りほどの時間はないんですけど、ある一種のこう実験的なことができるのもイベントの醍醐味かなっていう意味で言うと、まあこの時はパラリンピックだったんで、あの可愛い,い東京の意識の世界で作った可愛い,い東京の街ができてきたんですけどもね。あの瞬間にみんなが一つになって感動したっていう、それが本当にイベントの力だなって感じました。まあ正直本音で言うと、もうクロージングなので。 終わりよければすべてよしですけど逆に終わりでこけるともう僕はこの世界からいないんじゃないかなっていうぐらいの本当にプレッシャーとも死ぬ気でも奮い立たして、はい、あ,あ なんかちょっと表現がいいかわかんないですけど、戦国時代ってこういうことなんじゃないかなっていうくらいの気持ちで言いましたね <laughs> <ー>、はい。武士のつもりで、はい、気持ちで言いました。いや、もう、けんさんと仲良く普段からさせていただいてるんですけど、はい、全くけんじさんがそれをやってるってことを知らなかったんで、びっくりしました、はい。あの、多分途中で伝えると、多分炎上していなくなってた可能性があるんで。<laughs> <laughs> はい、なので、あの、本当に誰にも言わずに、あの、当日、本番の時に、あの、お伝えするっていうことで。びっくりしました。はい、本当に素晴らしかったです。はい。はい であのまあ、最後になりますがあの2025年の大阪・関西万博のえ僕はあの、まあ、プロデューサーって何人かいるんですけどそのうちの祭事企画っていう,、まあ、こうイベントですねあの開閉会式も含めていろいろ公式祭事とか、まあ、あと一般参加祭事とかもあるんですけどそういうものを、まあ、全てあのまとめるプロデューサーとしてあの今やってますオリパラもされて万博もされるっていう。 本当にケンジさんぐらいじゃないいですかいやーもう本当にそれはですね,ねいやあの全然自分の人生意図してないと言いますか、まあ、先ほど言ったようにね30前は一文無しになって病気になってっていう <laughs> そんな状態に陥った僕がですねあの5年後にこんなになろうとか10年後にこんなになろうって未来を目指したんじゃなくてまあでも。 最初のまちづくりも僕はそうだと思うんですけど、はい、最初は街を作ろうなんて多分思ってなくて多分すごく小さなあの気づきとやっぱ思い、うん、誰かに対してとか、はい、こんな世界になったらいいなとかこんな体験させたいなって多分きっと王さんがここで。 あの東京濃度をまず作ろうと思った時のこんな体験させたいなとかライズマさんとかミキコさんとかとお話しされた時にやっぱりあこういうものを大切にしたいんだっていうこの小さな思いがこう紡がれてって大きくなっていくじゃないですか。そういううい意味で言うと僕も やっぱその30万円ありがたいことにゼロになったことによって多分中途半端に自分の仕事を何か持ちながらだったらなんかこれをもうちょっと拡張したいなとか思ってたんだと思うんですけど、はい、一旦ゼロになったことによって壮大な夢よりもまずやっぱ目の前のことは病気を治すこととやっぱりその来てくれる人たち友達や先輩や関係の人たちを喜ばせたい、はい、そのためにはどうしたらいいんだろうっていう,こう試行錯誤したことが 今思えばあの身を結んだのかなっていう。それのじゃ積み重ねでどんどん大きくなっているわけですね。はい。うん。健司さんちょっと一つ質問なんですけども、はい、今のプレゼンテーションも拝見しながら、健司、うん、さんがイベントを作る上で、はい、どうやって作っていくのかなっていう質問で、うんはい、最初にまあやりたいことがある中で会場を選んでそれを実現させていくのか。はい。 会場を先に決めた上でここでできることはこういうことなのかっていう制限の中で作っていくのかもしくはなんかそれをどうミックスさせてるのかなっていうちょっっとそこら辺伺ってもいいいでですすかそうですね、まあ、いくつかあのもちろんパターンはあるんですけどあの自分の今までの結構過去の流れでいうとじゃ例えば「スターアイランドでいうとあの僕結構あの出会いとストックと違和感っていうのを。 すごく大切にしていてい出会いと出会いっていうのはあのーまあ、今までこう出会ってきたいろんなつながりの人そしてそれがこう、まあ、ノウハウも含めてストックに自分になっていくじゃないですか。うん、で、まあ、それまでは皆さんあると思うんですよ。 うん。でも実はやっぱりこう。新しいイベントを作ってくって、やっぱ違和感っていう気づきがすごく僕大事な気がしていてはい。例えば都市における違和感。例えば、えー、日本における法律だったりとかまあ、なんでこれが世界でできて日本でできないんだろうとかまあ、いろんな違和感があると思うんですよね。うん、で、これにおいて僕スターアイランドで一つ例に挙げて言うとまあ、元々えっとウルトラジャパンっていうののクリエイティブディレクター5年間やってたんですけど、僕22年目でなんかこう。やっぱり。 フィナーレをみんなで一つになりたいなっていうことで、うん、まあ日本の花火を入れたい。 って言って、て年目に初めて花火を入れたんですで。日本の花火師さんたちと、まあ、一緒にこう仕事をさせていただくことになって、まあ、やっぱり職人魂みたいなこと、はい、やっぱ紡がれてきたこう歴史も含めて工場に行って本当に一つの玉を、ね、あのいろんな職人さんが分かれて分業して作られててだからあの深い音とかができるんだとか、まあ、いろいろこう職人魂に共鳴すするわけですよね感銘。感銘を受けるわけですね。はいでまあ 花火師さんも一方で若者たちとこう花火と一体となってうわーっと盛り上がるっていうのは花火は今までーマヤじゃないですけど鑑賞するものだったのが <laughs>、はい、うわーって言って盛り上がっている花火なんて見たことないわけですから花火師さんもなんかこう感銘を受けてくれるわけですよ。あ<ー>あこのエネルギーすすごいですね、はいはい、みたいなで、まあ、そんな中でお互いが共鳴して、まあ、何か一緒にやりたいよねっていうところまでは至ったんですけど、まあ、でも。 じゃあその後じゃあどうしたらいいのかっていうところが、まあ、普通だとそ終わっちゃうんですよね。うん、でその時に花火師さんがなんかあの、まあ、僕がちょうど、ね、ニュースで当時、まあ、なんか無料の花火が軒並み中止になっているっていう,う,こうあのニュースをいっぱい見て、はい、で、花火師さんになんでこれ最近無料の花火があの軒並み中止になってるんですかっていうといやそうなんですよって。 いや本当にこれからは有料の花火しか生きられないんですよって言うんですよ。えなんでですかって言ってんえなんで無料の花火が中止して有料の花火しか生きられないんですかって言ったらいや要は昔はこの無料の花火っていうのは新聞社とかの広告が成りわになって無料を提供できたと、はい、でも今はやっぱそういう時代でもなくなりそういうスポンサードもやっぱ減ってきたのにもかかわらずやっぱ無料だともう多角的にいろんな街で、ね、皆さんがね 見るじゃないでですか、はい、SNS 撮りたくてはい、はい、でそうするとやっぱりこうあの警備費がとてつもない莫大になってくるんですんだからやっぱりスポンサードとその見たい人たちの,その警備費とかがやっぱ合わないとだからもう生き残れないんだと、はい、だから今後はやっぱりその空間をある意味で仕切ってその中で有料で花火を見れるようにしなければ<ー>僕らの生き残る道はないんだって聞いたんですよ。 ただそれを僕は聞いて、はい、少し実は若干違和感を感じてしまったんです、はい、っというのは今まで無料で見れていたものが、はい、全く同じ内容でいきなりお金だけ取られたらそれ逆に言うとそれに馴染んでない一般の人たちからしたら納得いかないんじゃないかなお客さんからしてみたら。はい、なので僕はそこでやっぱりその時代のやっぱ時代にこう適したものをアップデートしていかなきゃいけないなと思ったんですね。うん でもう一つ違和感があったんですよ、はい、当時やっぱその伝統をあの守ろう守ろうっていう活動が結構世の中で言われてたんですよ。うん、でそれに対しても向こ,こはちょっと違和感を感じたんです伝統ってもちろん守るのは大事なんです、はい、かって感じたんですよ。<laughs> はい、なぜかって感花火花火はまさにそうなんですけどうん、うん、伝統って言われるゆえにはやっぱ当時それを作り上げた人たちはものすごい熱量でイノベーションして。うん やっっぱりでででききななかかたたことをできるようにしたわけじゃないです花火という,こう特殊なこの危険物を消化させるためにチャレンジしたわけですよね、うん、だからやっぱその熱量が当時体験した人たちにとってその毛穴が開くような体験をして全身毛穴が開くような体験をしてなんだこれはって言って究極のファンになったから後世までつなげようって思ったのが多分きっと伝統なんだと思うんですよ。はい、革新でありそのイノベーターだったわけですよね。うん でそれがやっぱりこの未来来た時に伝統を守りなさい守りなさいって言って特に若い子たちにただ守りなさいだけ言われたら古いものを押し付けられてるだけになって好きになるどころか守りたいっていう気持ちにならないと。はい、であるならばやっぱり今の時代にでも改めてその当時と同じような熱量でその伝統をこうと。 当時は当時の多分才能のある人たちだったり技術と掛け合わせたわけなんで、はい、であれば今の才能そして技術、うん、それは過去の出会いと、うん、花火師さんっていう出会いとストックですよね今まで培ってきたそのストック技術を野、うん、才能を紡ぎ合わせて革新していくこと、はい、そしてまあ有料で見ても ちゃんと見るに耐えるようなものにアップデートしていくっていうことが必要だったのでこれが生まれたんじゃないかなって思うんですよ。いやそれはあの最,最初ありました最初ありましたっ言ったら、うん、やらなくてもいいことじゃないですか。<ー>花火って見るだけでもすごいのに、はい、プラスアルファこんなステージとか、うん、ドローンとかやったらお金かかるんで, <laughs> で、ね、変な話音楽と花火だけやればそれなりにこう、うん、まあ けけられるるだろううと思う人たちはいいわけじゃないですか、うん、でも僕は圧倒的な驚きに変わらなければあの多分それは残らないと思ったんですよ。あでも本当に今のお話って非常に何かあの街づくりも結構似ているかなと思ってましてコンテンツの、えー、成立のしかたがあのダイレクト課金エンドユーザーからのダイレクト課金になってきて。うん 街の中のイベントも本当に一般のお客様から本当に価値のあるものを提供してここに来ないと得られない価値を提供することによって対価をいただくようなものがどんどん増えるっていうのね、うん、そうすることによってクオリティーも上がると思ってますしこの街もまさにそういうコンテンツをどんどん入れていきたいと思ってますでまあテクノロジーとかですね新しい革新とかも今お話ありましたけどもあの皆さんがねスマートフォンを持って歩いてる時代ですから テクノロジーを使って繋がってこれまで表現できなかったあの街がそのコンテンツの舞台になるような,なんかそんなものもなんか仕掛けていきたいなというふうに今考えてい,ますいやもうねま,まさに、まあ、僕はなんかこうイベントが今一番こうメインにありますけど。 まあ、究極のとこ僕街づくりだと思ってるんですよねいうのはやっぱりイベントって、まあ、非日常にあの人々をいざなうわけですけどやっぱその中であのこう非日常の中だからこそ普段閉ざしてたこう部分がこうむき出しになるわけですよ、はい、でその時にやっぱり気づくわけじゃないですかうんでこの世界って全部心が作り出してるじゃないですかねみんなさんのイマジネーションがこの街も<ー>この世界も作ってるんですよ 人間がイマジネーションしてないものは、この世界にないわけじゃないですか。すね、ということは、そのまあ、身体を伴って肉体を伴って、そしてこの人の心がこう変わるっていう。その変わることによって、世界が現実になっていくっていうスピードはどん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 速くなると思うんですよ。そういう意味で言うとまあ、確かにこのイベントみたいなものが。 いつも常日頃あるわけじゃないんですけどただやっぱその中でワオって驚きとかわこんな世界があったらいいなっていうものにやっぱ人は近づこうとするんですよねはい、そうだいやっぱそれこそ昔手塚治虫の漫画を見て、はい、ねこう、うん、やっぱり未来ってこうなったらいいなと思ったスターウォーズを見てあのままにはならないけど、はい、でもあんな世界があったらいいなと思った人たちとかいっぱいいると思うんですよで同じように多分昨日のシーンあれは2050年の未来ですけど、はい、まああの中で ここう起きたこのセンスとか感覚とかかなんかいろんなものがこう培われてって同じものの未来にはならないけども何かしらこう個々の中で起きていく新しい未来ができていくと思うんですよね。そういうもので言うとやっぱりそのイベントっていう,こう非日常空間数日しかない空間の中である意味僕は実験だと思っていてこの実験の中で作り手も変わっていく。そして 体験者も変わっていく。うんうん、そのことによって、あ、なんか、こんな世界がもっと生まれたったらいいよね。ここからもうちょっとこういう可能性が増えていったらいいよねっていう。はい、その可能性を、こう、あの、感じさせてくれるのが僕、僕イベントだなって思う。んですよ、ね、いや、本当おっしゃる通りだと思います。あの、けんさんのイベントに体験した、はい、多分。子供だったりとか、学生とかは、多分、いろんな影響を受けて。彼らも、多分、新しいものを生み出そうと思っ、でしょうし。 多分新しいものって一つ一つの対話とか気づきから生まれると思ってるんですけど直接的なコミュニケーションだけじゃなくて、はい、例えばアーティストが作った作品だったりクリエイターが生み出したものを通じた他者との対話によって生まれあとはやっぱりその今まで、まあ、僕は結構その海辺とか都市の中でやってきたのも、うん、ロある一種のロケーションエンターテインメントだと思ってるんですけど。日々の景色って 一般的から見たら本当はすごい場所にいるのに、なんかいつもその場所にいるとそのものの価値に気づかなくなってくる。それこそ多分皆さんもしばらくこう海外とか特にこうわかんないですけど東南アジアとか、えー、まあわかんないけどこう海のリゾートとかに行って都市から一回こう離れてしばらく行って久々に多分成田とか羽田から。 東京のこう町をパンって見ると、うわら輝かしいなと思うじゃないですか。それね本当わかります。はい。もう普段忘れちゃってるんですよね。忘れちゃってるぜ当たり前になりすぎて。てでやっぱりそういう意味でイベントってこうやっぱり意識をちょっと変えてくれる、はい、見方を変えてくれるなと思っていて、うん、それこそ僕は昔ウルトラやってる時とかこうスターランドやってる時って、あの僕の思いとしてはこうレインボーブリッジを渡って。 まあ夢の国に入って、そこで意識が変わって戻る時には帰りの同じ景色見てるのにこう景色が違って見えるってなんかこれがすごく僕は大事なんじゃないかな要は日常って自分がどうう切り取るかだと思うんですよね。やっぱりこの世界っていいも悪いもなく自分がの見方が変われば全て本当は後天的にいくわけでなんかそういうのが 僕は初めて小学校5年生の時に,飛行,機に乗った飛行機に乗って海外に行った時の感覚を思い出すんですよ。行き、うん、の同じ飛行機の中で見る言ったら空の景色と帰りその先でいろんなものを体験して帰り飛行機に乗ってる空の景色がじか実際はそんなに変わらないのに <laughs>、はいはい、自分が変わってるから<ー>めちゃくちゃ違うわけですよ。はいうんうん だからそういうものがやっぱりそのイベント体験のあとにあるんじゃないかなって,ってそうですね。はい、もしかすると日本とかっていうのは、まあ、例えば月を見るにしても、うん、まあ月を見るようなイベントをこやることによって日常の見え方を変えたりとかっていうようなことはもしかするとずっとやってきたのかもしれませんよね。ももうそうそそそだとととと思いまますね、うん、まあそれこ,そこう儀式的なものかか祭りとかってさにその自然をとどう 見方感じ方を感謝するかっていうことだと思うのでそうですよねなんかその日本らしさみたいな部分もイベントとかアートとかにどんどん入れていけるといいような気がしますすねね、うん、そうです、ね、だからそういう意味で、まあ昨日のシーンとかはあの奥ないですけども、はい、なんかこうイベントとかアートとかのちょっとこう境界線がいい意味で曖昧になってきた。うん なんか僕もこうイベントやってるとこれはアートなのかイベントなのかっていうよくくくられちゃうんですよ <laughs>、はい、でも僕は最近すごく感じるのはやっぱ歴史が証明する、うん、だからそれこそ今でこそ絵画はすべてアートだっていうふうに言われてるけどじゃあ当時はアートと言ったんだろうかっていう,そ,う、ね、それこそね芸術家の人からしたらいまだ,だに映画だって。 はい、イベントトだってアートのくくりには入れられらないわけですすよねねそうです、ね、でも総合芸術でそれこそそういうもう媒体がある意味でこうちょっと古くなった要は歴史を持った時にこれはアートだっていう風にあに言い始めるんじゃないかなっていうおっしゃるとりですね。はい、産業がアートになる瞬間って結構面白くて写真もそれこそ道具だった時代から写真美術館ができて2年前だったかな。あの、あのー アカデミー賞ミュージアムができましたけど映画がミュージアムになったりとか産業がそういうアートに変わる瞬間っていうのがありそうですよね。例えばこれからだったらゲームがアートになったりとか。そうですね。だからもしかしたらですよ、ね、今王さんたちがやられてるこのまちづくりとかって、まあ、今僕らからするといろんなビルが建ってくるのってのは一見するとコモディ化してるんですけどじゃあ分かんないですけど100年後200年後もっと言うと300年後にビルというものが。 どういう媒体が変わってきた時に、はい、そのビルのまちづくりそのものが一つのアート化する可能性だってあるっていうかそうですね、ええ、なんかあの日本はそういった意味で言うとあのビルのデザインそのものは、うん、まだあの映像装置とかになってませんけど、ええ、アジアの街とか行くともう建物のファサード自体がうん 映像装置になってるじゃないですか。いやなってますね。あれってまさにもうアーティストの表現ですよね。都市全体が。いやもう本当にそうで、なんか香港なんかは8時ぐらいになると街がディスコのように、街がイルかのように、<laughs> いはいあのもう連動して光になってくっていう。シンガポールもそうですよね。ねシンガポールもそうレーザーとかで。うん、はい。深圳とかもなってってますし。<ー>でもまた東京は東京でね。うん いろんな規制があってこういろいろできないんですけどいやでもだからこそ昨日みたいなシーンみたいなものを屋内でやっぱり全く違う拡張体験身体体験っていう世界っていう制限があるからこそできてきている新しいコンテンツっていうのはチームラボなんかもまさにそうな気はしますけどね。そうそううでですね、はいあのー、体験とという意味で言うとあの資格だけじゃなくて、うん 香りだったりとか、うん、もち味覚だったりそういったことも含めて美術家の中で総合的になんか味わえる空間があってもいいんじゃないかなと思ううんです、ね、そうですすねねそ本当に今これからって見るだけじゃなくてやっぱり自分たちが本当にその体験をしていく側になっていく。うん、って考えるとやっぱその五感覚を体験する。 コンテンテツってまだまだだ可能性しかなないいというか、はい、なんかん言ったら、まあ、今これねよくある SNS で映えとかって言われるけど <laughs>、はい、映えで見た気になって終わるんじゃなくて体験しないと分かんないぞっていう,う、ね、ある意味本質的な時代になってきて、うん、昨日の、ね、映像でももちろんすごいんだけど体験しないと分かんないいとかんぞ街を作る側からのちょっと課題で言うとやっぱしあの。 ここからここまでの範囲が美術館でここからここまでの範囲がレストランという形でも区画で分けちゃうんですよね。はいはい、で区画で分けたところに機能を当てはめていっちゃうので、うん、ここはレストランで食べる場所ここはお買い物する場所、うん、働く場所っていうになってますけど、うん、もはやもしかするとその境界線自体がなんかちょっと古くなっているのかもしれませんね。そううですねやっぱりこう、まあ、今はどうしてもこう 建築ファーストというかこう物質的なものがどうしても先に立ってしまうんですけどもとい,いやっぱり一番最初って何もないところでやっぱどんな体験をさせたいかどんな体験が望ましいかっていうふうに心から始まって、うんはい、想像力から始まって。でその後に ある意味で佐能的にこうそこにはお金が必要で建築が必要でってなっていくのがまあ今やっぱりどうしても都市の中では逆転してしまってるのがやっぱこの体験設計体験ファーストっていうやっぱそういう時代になっていくんじゃないかなって何か,かこんなに言うのは自分はおかがましいですけどやっぱ僕らまだ建築が先に立った後にここでイベントやってくださいって言われることが多くなるんですよ。<laughs> はい、でもこう願わくばやっぱ未来は僕たちが先に体験設計を作ってその後に建築家に依頼するっていう順番に変わっていくとやっぱ本質的なんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね,そうですねこういう体験を作りたいからこういう空間が欲しい、うん、こういう広場にしてほしい、うんはい、っていうふうになっていくともっとなんか生きていくんじゃないのかなっていうのを、ねうん、時間もしてきたんですけど賢治さん、ちょっとこの虎ノ門ですとか、はい 東京濃度を使って、はい、あの、ちょっと僕の勝手なあの、はい、妄想なんですけど、けんじさんとプロジェクトを作りたいなと思ってるんですよ。はい、はい、なんか今は多分まだこれからだと思いますけど、けんじさんがやってみたいこととかありますか？いや、やっぱりね。あの今、<お>王さんがものすごい素晴らしいヒントをあのいただいたと思うんですけど、はい、やっぱその五感覚。もう<お>あの収穫触覚もうすごく。全てのその感覚をあの。 使える感じ取れる、はい、あのコンテンツは作ってみたいですねそうですねそれはぜひ僕らもやってみたいので、はい、まあそれがイベントというよりもなんか継続的につながっていくといですよねやっぱりこの日本東京の中からあの世界基準を目指すんじゃなくて世界基準を作るんだっていうぐらいのコンテンツ。 うん。やっぱりその日本から世界、はい、そして世界から日本にめがけてきてもらえるようなコンテンツを作れるようにああまさに施設のコンセプトに繋がりました、はい、東京ノードから世界に向けて発信していきたいと思ってますので、はい、ちょっとそれをぜひ,あのぜひ実現していきたいと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いしますぜひよろしくお願いします、はい、じゃあ一つ目のセッションはこれで終わります小林健二さんでしたありがとうございましたありがとうございました